久しぶり、よろしくお願いします。集中ブースと我々が呼んでいるあの部屋になりまして、プロセーリングのプロに私たちがなればいいので、かっこいいですね正直もう選んで正解だったので、おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、福岡県の西南学院大学の矢島優奈と申します。よろしくお願いします。今日は福岡からわざわざ東京にお越しくださったんですよね。はい、そうですね。一番の今回の目的は何ですか？はい、内定をいただいた会社に、直接会社訪問をさせていただくために今日は来ました。はるまる福岡から来たんですね。はい。ちなみに今日1日のスケジュールってどんな感じですか？今日は早く着きすぎてしまったので、一旦近くにあるこっちの代々木公園まで来ていて、その後、実際にリクルーターの方ともお会いしながら会社訪問をしていこうと思ってます。楽しみにしてます。はい、ミーティー密着させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初め知ったきっかけってどういうところですか？もう私も初めに知ったのは学オファーのアプリで説明会のお誘いいただいて初めて知ったという形でした。で、行ってみてどのあたりがビビってきたんですか？まず当時の説明会の司会の方がリクルーターのフェロンさんだったんですけど、もうその後お会いする方、そうですね、もうその方の熱い思いというかなんか本当にこの会社が好きなんだなっていうような部分であったり、あとは今まで聞いたことのないような事業モデルってところに惹かれて興味を持ち出しました。フェロンさんお会いするの楽しみ、はい、他にもいろいろ受けてらっしゃいましたか？そうですね、結構コンサルであったりのところを中心に受けていました。なんかそれどういった理由でコンサルとか受けたんですか？そうですね、まずもともと私自身がこう就活の軸として自分の介在価値を高めてかつ発揮できるってところと、あとお客様の課題であったり企業さんの課題に対して本質的な価値をして提供したいっていう2つの軸を掲げていて、総じて言うと本当にお客さんのニーズに合わせてこちらの対応というところも合わせながらオーダーメイドで提供できるようなお仕事がしたいなというふうに考えてて、まあいろいろ考えた中で一番自分はコンサルが合ってるなというふうに考えて決めました。サーキュレーションさんは結構コンサルって感じなんですか？サーキュレーションも基本的にコンサルなんですけど、少し他のコンサルタントの会社とは違くて、普通のコンサルの会社だと自社の持っているノウハウであったりっていう部分をお客様に提供する、一緒に解決策を探すことでビジネスとお仕事がなっていると思うんですけど、サーキュレーションの場合はそのノウハウっていう部分をプロの人材っていう方たちを通すことによって課題解決に行っているという会社で、その分その自分たちの持っている以上の知識であったり経験っていうものをこの多くのプロの方々が持っているので、お客様のこの課題っていうところにピンポイントに解決できるようにプロの人材の方々と一緒に課題解決をしていくというようなコンサルの形になってます。じゃあ今からついにオフィス訪問ですね。はい、緊張されてますか？緊張半分ワクワク半分っていう感じです。ずっとオンライン面接だったんですよね？あ、そうですね。じゃあ皆さんと初対面なんですよ。なんでやっぱり緊張してますね何聞きたいとかあるんですか？聞きたいこと、もう本当に仕事に関してであったり、あとは上京することに関してもお聞きしたいなっていうふうに思ってます。本当憧れの社員さんということで楽しみにしてます、はい、ここですか？そうです。行ってみます。よろしくお願いします。お願いします。お待ちしてました。お二人は対面は初って感じですか？初めてなんですよ、対面は。早く対面で会いたいなと思いながら今日ようやく叶ったっていう感じですね。じゃあちょっとオフィスの今地下にお邪魔させていただいてるんですけれども、こちらはどのようなスペースでしょうか？3つ見える部屋がですね、全部ミーティングルームになっていて、実際に商談に使ったりとか、あとは実際にお客さんとかプロ人材をこう招きをして一緒に商談したりするスペースになっています。続いてこちらは何のスペースですか？
はい、これ集中ブースと我々が呼んでいるあの部屋になりまして、まあ、その時の、まあ、業務内容とかその時の自分のこうコンディションとかに合わせて部屋とか場所も決めていくっていう感じですね。なんかさっきもこう割とキャリア志向だったりなんかハードな成長環境を求めたいみたいなお話あったと思うんですけど、なんかそう思うようになったりきっかけとかってあったんですか？なんか自分自身が今までここ自分成長できたなって思う期間がやっぱりここのサーキュレーションと似たような環境だなってところ思うところがあって、自分よりもレベルの高い人たちの中で自分の今の能力よりも高いことについて挑戦する、それでやっぱり今まで成長できたので、そういった点ではすごく今も話聞いて近い部分があるなって確信できました。じゃあ本当にこの部屋でしっかりこもりきって生産性をバカにしていただいて頑張ってください。はい、予約頑張りますありがとうございます。ここは1階なんだけども、はい、基本的にフリーアドレスっていう感じで席一切決まってないんで、まあ、まさにこんな感じでその時の気分に合わせて好きな席で仕事してもらっていう感じ。ここでまあ実際に事前準備みたいな個人作業もそうだし、商談とかもするようなスペースなので、まあ、自由に使ってもらっていいですね。あ、社長さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はミニサートツの内定者の矢島さんに来ているので、ありがとうございます。ミニサートツの矢島さんです。お願いします。1警察の白井です。上からの なんで私の一方へ先輩なんですね。ちょっと今ね、来週のボディービル大会に向けて黒くなってますけどよろしくお願いします。お願いします。さっき矢島さんから結構フェロンさんの入社理由が熱いみたいなお話を伺ってたんですけど、はいはい、どんな感じなんですか？まあ、大学3年生の頃に半年間北欧のデンマークという国に留学に行ったんですけど、はい、まあ、そこでもう各種の世界各国の学生に、はい、いや日本のサラリーマンってやばいよねって言われて、なんなんなクレイジーに働いてるのっていうのをみんなから言われたんです。で、彼らってすごく日本人のこと大好きだし、日本のこともすごく好きなんですけど、日本で仕事するのだけは違うかなというふうに言われて、なんか私がこう感じていた疑問とか違和感って世界から見ても一緒なんだなっていうその事実に気づいてしまって、ちょっとこれどうにかしないといけないなというふうに心から感じて、まあ、改めて日本の働き価値観変えていくぞと、その時にまあ決意したっていう形になりますね。で、まあ、サーキュレーションがやってるプロシェアリングって、まさにその日本の、まあ、働く諸悪の根源じゃないですけど、で生産性の低さだったりとか、そのまあ人々がこう前向きに自分の強みを生かして仕事ができないんじゃないかみたいな、この雇用の在り方に対してメスを入れるサービスだというふうに思ってるので、まあ、必ずこのプロシェアリングというサービスが広まっていけば、日本の働く価値観変わっていくんだろうなっていうところはすごく感じていて、なんでこの会社を作っていくことだったりとか、業界を作っていくっていうことに対して日々ワクワクしてるっていう感じですかね。ありがとうございます。でも伺っていた通り熱かったです、はい、矢島さん、ここのプレゼンでしたか？それです。矢島さんの憧れの社員様2人にインタビューというところで、お二人自身、まあ、どういった共感した部分であったり理由であったりきっかけとかをそれぞれ教えていただけたらなと思います。まず一つは、新しい働く価値観を作るっていう、このサーキュレーションが目指している、まあ、社会に、はい、それを実現したいと思ったっていうのが一つと、あともう一つは業界を作るっていうことを目指している会社なんですけど、私が就活を受けている中で業界を作るっていうことを本当にちゃんと心から言ってる会社には出会ったことがなくて、今この世にない業界を作るっていうその挑戦ってどれだけ面白いんだろうっていうことに対してワクワクしたっていうのが、まあ、理由です。その2つが入社。私は聞いたことないんで業界を作るってやっぱりインパクトも大きかったですし、そこで説明されてる社員の方々見て、あ、きっとこれってできることなんだなっていうのを感じて、はい、全員が真剣にそう思ってるっていうのがすごいなと思ってます。本当に思います、はい。じゃあちょっとここから仕事の内容に移るんですけど、結構こう面接の際の逆質問の時にも、一番面白かったプロジェクトなんですか、一番自分の中で印象の残るものは何だったんですかっていうのをお伺いするんですけど、ちょっとそこについてお二人お伺いしてもいいですか？私はすごく関われてよかったなっていう事例があって、それはカフェのチェーン店
開されている企業様なんですけど、そこ の, あの社長様がうちに足りないのはブランディングだとっていうふうにおっしゃっていて、じゃあどういうふうにお客様向けて会社のブランドを発信していくかっていうことが考えられていなくて、そこに対してご推薦したのが、飲食業ではなく化粧品の EC をずっとされてきた方。 EC ですか？ EC のこうウェブマーケティングの歴史は多分化粧品が多分一番こう進めるというか、どういうふうにこうなんか集客するのか、でそこをその社内のオペレーションどうするのかっていう話をプロとして持たれてる方だったので、その方をご推薦して、で始まったプロジェクトでした、そもそも飲食店の会社に対して化粧品ってところでびっくりしたんですけど、その化粧品会社のコンサルタントを見つけるのってどういうことがきっかけで、この化粧品のプロ人材がいいなっていうふうになったんですか？いろんな業界の方にいろんな業界のプロフェッショナルが会う場合があるので、そこが自分のこう腕の見せ所なんですが、プロの方にこの業界にあなたが必要なんですっていうふうにこうご依頼をする立場としてもすごく経験を積めると思います。なんかその発見を楽しみながらお仕事頑張りたいなって思います。ガチャッとまた時がってなるとありますよね。今2人の話伺って正直もすごい難しそうだなって感じて、実際それって自分できるのかなって不満に思うところがあるんですけど、私でもできるのかなってちょっとフォローちょっとお伺いしたいです。やっぱりその経営者の方に対してどれだけやっぱ準備していっても、本当に先最先端のことをやられてるからこそ調べきれない部分は当然あって、そこに対して想像して持っていく、想像して持っていくとそれは違うっていう風に、教えていただけるので、だからちゃんとこう自分で考えていたものを提案して、それが違えばそのニーズを聞いて、であればきっとこういうことができると思いますっていうふうに、相手と同じ知識レベルになろうというよりかは、相手の求めていることに応えられるものを準備していくっていう考え方の方がいいかな。なるほど。事例とか、知ってれば知ってるほどこんなことができます、こんなことができますっていうのが、プロ人材の方の経歴が入ってるのか入ってるのかと、自分ができなくてもそれができるっていうことが伝えられる。なるほど。それも大事かもしれないですね。プロシェアリングのプロに私たちがなればいいので、かっこいいですね。あの時点で全部なんか仮説を持っての質問みたいな感じじゃないですか、さっきその姿勢が大事だよみたいなことをおっしゃったと思うんですけど、もうなんかすごい良すぎですね。すごいです。期待のホープですね。すごい。なんかこう次にこれをやりたいとか、そういったことっていつぐらいから発信をされてるんですか？こういうことに興味があるんですよねとか、あとこういう案件もっと提案したいですとか、あとその日常生活でこういうのって社会のこれが良くないと思うんですよね君は個人じゃなくて社会の方に興味があるので、どういうものが好きなのかっていうのを把握しておいてもらう。いやでもそれ覚えておいてくださってて声かけてくださって、すごいことだと思うんですよね、本当に社員の方一人一人見てくださってる会社なんだなっていうふうに感じていて、楽しみです私もやりたいことだったら相談しておくといい、男子の時にすごいベルサイユのバーにすごいバーなんですって話をしてフェロンさんとご一緒にいただいてたんですけど、結構竹内さんはある種オタクみたいなオタクですね、オタク部部長やってるんですけど、はい、社内にオタク部という集団があり、でもなんか別に漫画オタクだけじゃなくて全然アイドルオタクもいたりとゲームオタクがいたりとか、全然被らない分のオタクが集まってるんですけどオタク同士集まってるとそれだけで楽しいなって部部長やらせてもらってます。すごい部活いっぱいあるからいろいろ楽しみにしておきます。ありがとうございます。インタビューお疲れ様でした。お疲れ様でした。憧れの先輩2人にさっきいろいろインタビューしていただいたかなと思うんですけども、どうでしたか？なんか正直もうなんで正解だったのってかっていうのもなんかおかしな話なんですけど決まり前からなんかいい会社だなやっぱり行ってみてすごいいい会社だなっていう、その
参加させていただいて本当にファンになったので、ぜひ皆さん、サーキュレーションさん興味持っていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあちょっと今日一日ありがとうございました。良かったですか？めちゃめちゃ充実した一日で、本当にいい機会でした。良かったです、ありがとうございます。明日も広島の撮影あるんですか？そうです、そうです、広島支社で勤められてるエース社員の方の密着動画になるんですけど、はい、本当にそのインタビュー力を生かしてぜひ一緒に来ていただきたかった部分があるんですけど、じゃあまた、その動画も後日公開されるということで、はい、今日は本当にありがとうございました、はい。